歩きながら本を読むと人の迷惑になりますよ。さあ歩いて。この調子で行けば夕刻には読めます。ゴーセンブレッジ。ぴったりです。あ、やはり接着剤か何か必要ですね。雨が止んだら探しに行きます。雨は水の循環の一過程です。地表から蒸発した水は空気中の塵などをかくに雲を作り、降った雨は地中に染み込み川となり海へ流れ、そしてまた天に昇ります。この世のものは何でも循環しているそうです。本。そうでした。どの本にしますか？暗黒の脈動、暗闇の記憶、彼女の正義。君は本当にこの本が好きですね。ねえ君、この状況、僕が本を読み君が聞く、君は喜び僕は勉強になる、僕たちも循環しているんですよ。こんなことどこにも書いていなかった。発見です。ありがとう。また一つ学びました。君と一緒にいると勉強になります。ありがとう。はい、ありがとうです。もうすぐ君との旅が終わるのが残念です。では行ってきます。静かにしていてくださいよ。団長、この辺でいい？おう、村からちっと離れてるが呼び込みすりゃ平気だろ。ホークママありがとう。リアンヌも少し休んだら？じゃあお店開ける時間まで寝るね。おおやすみ。さて開店準備といくか。俺たちは食材調達、エリザベスは村で店の宣伝頼む。ついでにハーブ買ってきてくれるか？はい。Thank you.
休んでいいんだ。
シライゼーション。どうすかバンさん、この大物ソードウルフの肉は赤身が多くて燻製にぴったし、皮も割といい値で売れる。八つ崎ウサギは煮ても焼いても茹でてもうまい。こいつの出してとるスープはお肌にいいんだぜ。でもまあ勝負で言えば俺の勝ちだろ。料理絶望的壊滅的味覚音痴が何言ってんだよ。キング、お前の収穫はどん、キング真面目にやれ。そうだぞ、商売サボってた分しっかり仕込みしないと。今の何、クマやイノシシじゃなさそうだよね。